砲という技ですね。これは敵を蹴飛ばすと、そういう意味が含まれております。ですから相手の攻撃を風のように吹き飛ばしながら蹴飛ばしていくということですね。相手の攻撃を避ける、そうしまして、風を食う、そして吹き飛ばす。